疲れた。あんた何もしてないだろ。渋谷なのに、おばあちゃんが大事にしてた傘が妖怪になっちゃったの。そいつは空傘小僧だな。古い傘なんかの道具は妖怪になることもある。この空き地に雨が降ると死ぬんだけど、見つかると逃げちゃうの。妖怪になったらもう傘には戻らないのかな。そんなことないよ、ちょっと待ってて。いた、空傘小僧だ。チャンスが来るまであまり近づくなよ。気づかれたら逃げられる。今だ、しゃがんで近づけ。元の傘に戻ったな。あの子に返してやろう。お兄ちゃん、ありがとう。この傘、おばあちゃんに渡してあげるんだ。きっと喜んでくれると思うよ。よし、お食べ。慌てずに食べな。よし、お食べ。慌てずに食べな。
おい、気づかれた。分かってる。順調だ。このホテル4階だけ高速、昔ここの修繕工事を請け負ったことがあるが、その時どうしても4階が一部屋少なかったんだよね。オーナーにそのことを問い合わせたんだけど連絡がつかなかったんだよ。後から聞いた話だと、そのオーナーそのまま行方不明になったらしいんだ。なんか気持ち悪い話だろ。問題のフロアは4階だったな。なんでこんなところに入ってるんだろう。力をうまく使えよ。おかしなところがないか調べてみようぜ。この壁、妙だな。あ、妖怪？塗り壁か。こいつが部屋を隠していたのか。部屋の中はどうなってる？塗り壁に閉じ込められちまったんだな。まあ、こいつは閉じ込められて本望だったみたいだけどな。絵の中の女の人に恋をしてたんだろうね。塗り壁っていう妖怪の仕業だったよ。オーナーの行方不明もそれが原因だった。妖怪の仕業？それじゃあ俺にはわからないわけだけど、いろいろ謎が解けてよかったよ。何か変わったことはなかったか？4階の病室に一人で残ってる女の子がいたよ。目の手術をしてから眠れなくなって、随分苦しみながら亡くなったそうだ。
彼女の苦しみが汚れを生んだのかもな。ほっとくわけにはいかねえな。良き始まりへと続く黎明なのだ。確か病院の4階に女の子がいるんだよね。どうした？妹のことを考えているのか？ああ、それと自分の不甲斐なさだよ。眠いよ。誰か助けて。美咲ね、眠いの。美咲ちゃん、どうして？私ね、それから目をつく。角膜移植、提供者がさ。大丈夫。角膜の手3階のな。なんだ。まぶたを閉じる。怖い女の人が見えるそうに。気をつけろ。さっき話した女の子に関する情報があるかも。この大和田っていう人が美咲ちゃんの角膜提供者なのかも。暗証番号は分かったし、開かずの扉を開いてみようぜ。開かずの扉ってのはこれだな。よし、開いたぞ。誰かいるのか？
見えるのか。助けてくれ、キズ。ならば、あの…そうか。え、あなたの角間…そんな…あの…その…眠れない…どの道…そうだね。やった。これで大丈夫だ。元の病棟に戻った？あの化け物の影響もなくなったようだ。二人とも目をつぶって。もう大丈夫。これで。何か使い道があるのかな？無駄遣いするなよ。分かってるよ。見てくれよ、一本だけ赤い桜が咲いてるだろう。
当だ、赤い桜なんて初めて見た。それにこんな時期に桜が咲くなんて。あの赤い桜も以前は普通の桜だったんだ。なのに年中赤い花を咲かせるようになって、それ以来他の桜は咲かなくなってしまった。俺の桜がどうしてこんなことに。おそらく血を吸って赤くなったんだよ。血？根元に死体でも埋まってるの？ああ、埋められた奴の怨念が桜を怪我してるんだ。払うまで他の桜は咲かないだろう。頼む、俺の桜を助けてやってくれないか。出てきたか。桜を直すのは庭師には荷が重いな。桜の汚れを払うぞ。いい景色だな。久しぶりに綺麗な桜。